皆様にありがとうと感謝の気持ちと一生懸命をちょっと。 いや今日本当は夜やらない,やらない本当はっていうかやる予定だったんですけどさっきやるのやめようと思ってでもやっぱりやろうってなって <laughs> あのその理由はと言いますとあの先ほどねツイッター X の方で <laughs> 発表になったんですけれども <laughs>。 ショールーム・アワードさんですねの AKB48 グループ部門の AKB48 の賞みたいなム <laughs> ズの、えー、1位を今年1位というか、まあ、優秀賞を今年いただくことができましたはい本当に嬉しいですありがとうございます あの私自身もともと別にそんななんか <laughs> なんて言うんだろうなんかめっちゃ配信をすっごい大事にしようみたいな気持ちで、あのー、一番最初に始めたっていうわけではなかったのでなんかとりあえず本当私自身が、まあ、それこそ5年前、まあ、もっと前から毎日配信は割とやってたんですけどもっと前からまあ自分自身がこう。 富山で学生生活をしててていいたっっうこともあって劇場に立つ機会だったりイベントに出る機会東京とか,なんかのイベントに出る機会だったりが全然なかったのでなんかだったらでもまあそれは皆さんが推してくださってるわけで <laughs> なんかそんなファンの方になんかいいちょっとでも。 一日のちょっとでも自分自身っていうものを感じていただきたいなっていう気持ちも込めてまあ当時はそんなこと思ってなかったかもしれないですけど <laughs> でも本当に何か自分がその何て言うんだろうなかなかこう思うように活動ができていなかった状態状況の時に何かうーん自分にできることってなんだろうって思って始めたのが何か家でもできるような。 ことっていうのを結構コンセプトに当時はしていたなって思ってそれこそなんかまあもちろんショールームも頑張ったりとかメールもなんかすごいなんか夏休みで全員分フリーメール取れますみたいな時になんかもうありえんぐらい送ったりとかそうしてなんかそういうその何て言うんだろうその送信数で1位になったりとか <laughs>。 なんかそういう自分をちょっとでもお家にいながらみんなに感じていただきたいなっていうのがなんか今こう続けてる理由としてはあるなっていうのを思っていてそんな中でこうショールームアワードっていうのが突然始まってなんか私自身もずっとショールームをやってきたしまこうもう本当にもうまあ何て言うんですかね学業のあれでちょっとできなかったりとか。 コロナのになっちゃってちょっとできなかったりっていうのを除いたらもうほんと多分全然5年以上今もうすぐ1,700日で次の4月で5年になるんですけど多分普通にほぼ最初からやってるに等しいぐらいの <laughs> なんか多分全なんて言うんですか私が全部配信をしてる日数だけを数えたら連続じゃなくても。 配信をしてる日数だけを数えたら多分結構な日数いくんじゃないかなってぐらい本当にやっててだからこそこうショールームアワードっていうのが始まった時はまあそりゃね最初はももちゃんとかだろうとは思ってたんですけど、まあ、後輩だったり他の同期が選ばれていく中でなんかああ私はここでもこう選ばれられないのかって <laughs> いうのをすごくなんかあんまり表には出してこなかったけど。 ひそひそうひそひそとなんかここで名前出たいなとかっていうのをひそひそと感じていましてそしたら今年こうやってこう選んでいただけて今年 AKB48 のショールームの中で優秀賞みたいな感じでいただけてすごく嬉しい <laughs> 本当なんか AKB でゆきりんさんもこの間言ってらっしゃったけどこの AKB で一番になることって本当に簡単なことじゃなくって私はねドボンっていうものでこう何度か1位にならせていただいたりっていうことはあるんですけれどもでも本当に何かで1位この大きなアイドルグループで1位になることっていうのがすごい簡単なことじゃない中で。 今回1位っていうあれではないけれどもなんか名前ではないけれども、まあ、でも AKB の中で AKB48 グループの中で優秀ショールーマーとして選んでいただけたんじゃないかなっていうのがあるのでそれはすごく嬉しいしありがたいしなんか頑張っててよかったなって思うし。こう賞をもらうことがまあ 一番ではないんですけれどもでもやっぱこうやって目に見えた形になるとあやっぱやっててよかったなって思うしなんか毎日続けててよかったなって思うしこうみんなになんだろうなんかどうでもいい話ばっかりしてるけど <laughs> そ,うそれでもなんかこう見に来てくれてる人がいる限りは私はこれからも。 まなるべくね本当健康とか無理はせずですけれども、まあ、毎日アイドルじゃなくてなんだっけなんか配信チケットみたいなやつもめっちゃ溜まってるので <laughs> 本当にに何か高熱出て無理ですみたいな時以外とかはあとお仕事の都合でみたいな本当に無理なんですみたいな時以外は基本的にこれからもやりたいなって思うしそう。うんまあ 健康で入れて,るってことです。なので本当ありがたいなと思いつつ再来週27日にはなんかショルムアワードのこの AKB48 のグループの最優秀賞を決めるみたいな。 感じらしいのでなんかそこに枚選ばれたいけどまあでも私こと今回今年なんか全然こうイベントショールームのイベントに参加してないから <laughs> 最近お料理選抜以降なんかねお料理選抜のことがあってちょっとなんかやっぱ難しいなーみたいな気持ちになっていたからこうでドボンっていうのもあったりとかしてたから <laughs> 私自身があんまりなんて言うんだろう イベントこのショールームのイベントに参加できてなかったのでちょっとそこはもしかしたら難しいかもしれないんですけれどもでもでもこうやって AKB の中での優秀 AKB の中では最優秀に選んでいただけたので本当この1年間1月1日から12月何日までのあれだったらしいんですけどほんとこの1年間頑張っててよかったなって改めて 思うしなんかそれこそ AKB48 グループの中の優秀賞だからこそその他のグループのアイドル他のグループの48を好きな方々にもこうあこの子って配信頑張ってるんだ見てみようかなって思っていただけるチャンスだと思うのでまたこれからもまあ そんな気負わず <laughs>。伸び伸び。配信していければなと。思っております。はい。<laughs> でも本当に嬉しいです。すごい。ありがたい。本当喋りたいことを喋って、なんか見たい、一緒に見ようみたいな。なんか好きなものを見て。 なんかみんなになんか「もう!」みたいな話ばっかして <laughs> そうでもこうやっぱ続けててやっぱゆきりんさんが言うように続けててよかったなって思うことの一つでもあるしショールームっていうのはでショールームに「ショールームを見て知りました」って言ってくださる方も本当に多かったりとかするので楽しく。 また配信を続けていけたらなと思っておりますにっこりっ10回って結婚表ムービーやろうっていう話してたのは <laughs> この話してたらできなかったこのまだ、あ、無大事 アシュラさん、サンタクマタワーかなこれ残ってるってことはタワーありがとうございますせーのタワータワー,ア,サンタクマタワーアシュラさんありがとうございますありがとうすごいめっちゃすっぴんでごめん <laughs> めっちゃすっぴんでごめん ほんとにいや本当すっぴんでしか配信しほぼしないからお仕事以外の時はほんとすっぴんでごめんって感じなんだけど今ピョムービーをね必死に上げてましたピョムービーの TikTok のやつなんですけど頑張ってるんですけど全然終わらない 全然終わらない <laughs> マジで終わらないもう嫌になりそうでも頑張るだって自分が一番最初に始めたこと「FNS 歌謡祭」は見ましたよユキリンさんのも見たし <laughs> わンわンってやってらっしゃったピョンムービー今日はもうこのあと20分は喋るわちょっと諦めるわ一旦 でも本当は FNS 歌謡祭のゆきりんさんのやつとかを見て特に思ったのはなんかもともとモームスさんに入りたいっていうのでこうオーディション受けられたりとかされての AKB に入られたじゃないですかだからなんかこうモームスさんでのゆきりんさんももちろん見たかったけどでもなんか改めて AKB に入って てくださって本当にありがとうございます。って思ったなって思ってなんかこう？こんなんて言うんですかね？なんかやっぱ。うん、本当運命ってあるんだなっていうのを改めて思ったし。なんかこれで今 akb にいてくださるから、私自身もこうゆきりんさんと一緒にこう活動をさせていただけてるわけですし。 もしかしたらそれこそユキリンさんと一緒にステージに立つ機会だってユキリンさんがもしモーマスさんになってたらなかった世界じゃないですか。もしいろんなこうアイドルアイドル像っていうのをこう見せてくださる間近で見させていただけたこともほんとないわけじゃないですか。こう ゆきん,さんがもし AKB 今の AKB にいなかったらそうだからなんか本当運命なんだなっていうのを思ったし AKB あなんか桃虫さんであ終わって諦めないでくださって本当にありがとうございますって思いましたねムシさんに落ちちゃったからもうじゃあアイドル諦めようって思うんじゃなくて AKB に入ってくださって。 ここまで一緒にこう活動させてくださって本当ありがとうございますっていう気持ちでいっぱい今一緒に一緒にっていうかこの何て言うのこれを見てて思ったこの FNS 歌謡祭さんを見て思いました。 またねゆきりんさんと一緒に確実に次立てるのがゆいゆいのあ間違えた <laughs> 今頭なん中アイドルなんかじゃなかったらだったから <laughs> 確実に一緒に立てるのはひーちゃんの卒業コンサートなのでそう今完全にあのこのゆきりんさんの話終わったらこの次ゆいゆいの話をしようと思ってたんですよ <laughs> そうアイドルなんかじゃなかったらのゆいゆいの一番最初のあの表情のカメラ割りがマジでよすぎてちょっとあれ採用してほしいって <laughs> いう話をしようと思ったらあれをこれからも採用してほしいっていう話をしようと思ったら完全にユイユイが出てきちゃって <laughs> 違います次に一緒に立てるのは1月の26日。 ひーちゃんの卒婚そして2月の17日のドボンライブでで3月16日の春コンサートすごい3か月連続でコンサートするのハルピョンでもそういうメンバー多いですか 多くはないかでもなるちゃんとかもそうかなるちゃんりんちゃんもあと誰がいる ギョーテンユーリーさんミユちゃんダエリそうなのもう分かんなくなっちゃうドボンで入った人のドボンで入った人でえいえっとひいちゃんの卒婚に出る人 ですだから私はドボンに入った人の名前を見たら多分ひいちゃんの卒コンに出る人たちは分かるはずあえっとまあいいやこれは後でウィーバースで言おうドボンライブあったはるぴょんなるちゃんゆいりさんおだえりゆきりんさんぎょうちゃん じゃあギョーちゃんなんかあ舞台なのかそうだいなかったレッスンズッキーでゆいゆいすっごっほぼ選抜やんえ全員選抜待ってなるちゃん ゆりさんお代理きりんさんずきあんちゃん非選抜やん嬉しい頑張るね全員選抜や, <laughs>、ね、<laughs> 選抜やおかしいぞ頑張るね <laughs> おかしい非選抜だった 私だけ <laughs> でもシャール,ルームもドバンも1位だから大丈夫 <laughs> 強発言強心は持ってる大丈夫心は持ってる心は保ってる大丈夫おかしくない何もおかしくない何もおかしくない 何も <laughs> おかしくない別に大丈夫あれって思ったけど大丈夫みんなのおかげ頑張るでもさ前もそんな感じだったなんかエイトのエイトとエイトのラストツアーファイナルあのと 峯、えっと、岸さんの卒業コンサートと AKB の48曲メドレーコンサートの時もうなんか峯岸さんの卒業コンサートに出演したメンバーが、まあ、少なかったのさチーム K かな当時のチーム K メンバーと、まあ、選抜組とっていうのとあとその48曲メドレーのあれに出た8も少なかったのそう8人ぐらいしかいなくて。 8人9人14人ぐらいいしかいなくてそうでまあトのやつはみんな出るとしてその3公演死に死にになりながらやってたのがもうほんとなるちゃんとか <laughs> りんちゃんとか <laughs> なんかそのほんとトの選抜組みたいなメ <laughs> ンバーしかいなくて <laughs> そうだからもうなんか。 慣れた。ありがたい。本当にコンサート、こうやって、いっぱいさせていただけるっていうのは、本当にありがたい。おと、歌って踊って。なんていうのアイドルすることが大好きだから、私は。哲三ね、イトさん。ええー、ソリ、ソリに乗った、くまサンタ、ありがとうございます。そう、もともとはね、その四十八曲目ドレ私出ない予定だったんだよね。 もともと一番最初に名前出た時なかったじゃん発表の名前マリアちゃんと私とルンちゃんだっけが後から発表になってそうごめんかよくて書いてる今 <laughs> そうだからもともとは2公演だったけど3公演になってマジであの時が一番なんか 大変を感じた <laughs> めっちゃヒートテック見えてんの恥ずいんだけど <laughs> やめて, <laughs> や,めて <laughs> やめてって言いながらヒートテックをめっちゃ見せていくスタイル <laughs> あの時がそのそれこそなんか大変だなって感じてた <laughs> ーちゃんのは少しじゃないみたいなんか結構ちゃんと出るらしい待ってここめっちゃかゆいこことくるぶしめっちゃかゆいあっくじの大悟さんサンタクマタワーありがとうございますタワータワーありがサンタクマサンタタワー,さんあ,りタタワーありがとうありがとうございますお祝いタワーかなお祝いタワーかなありがとう あと分でも今日ピョンムービーをめっちゃ上げたの逆に逆にじゃない何の逆でもないけど普通にいやでもまあ,あ元から上げとけよって話なんですけどえー、11日違う12日からえ違う ?11 日からじゃ12日から えー、19日の分まで123456788個分あげた1週間分前も1週間分で1週間経って1週間分あげてるから意味ないもう一生増えていかないマジで <laughs> 本当ちゃんとしてでも今年中にはちゃんと全部あげたい気持ちはすっごいあるそういつも言ってるけどマジあがんない <laughs> 違うんだって <laughs> 違くないんだけど そうなんだけどごめん橋本ちゃんとしてマジ分かったちゃんとするこれあれかピョンムービーをショールームの前に撮っといてでショールームをしながらなこうなんだよねって TikTok に上げてでまあ配信終わってからツイッターに上げたらちょうどいいのかなえそういうこと <laughs> そしたらちゃんとやるようになるのかなうちも。 本当わかんないや <laughs> どうやったらちゃんとやるんだろうハルピョンってなんで配信だけこんな毎日や,ってやれてるんだろううち <laughs> 偉すぎるやろ <laughs> 本当に頑張るこれからも頑張るねできることでき,できないことがあるけどいやルーティーンだったんですよ私の中で配信が終わってからピョンムービーを撮ってそれを ツイッターにに上げててからに載っけるっていうのがでもそれがなんかもうツイッターも全然上がんないし多分 w i f i のせいでハッシュタグもめっちゃつけるの大変だしってなってどんどんその最後の作業が削られていったのだから結局 TikTok に上げるっていう作業を削っ,た削ってしまっていた <laughs> ほんともうマジでちゃんとして橋本 ごめん本当にごめん年末になると今年中に頑張るって言い出すやつ <laughs> もう毎年聞いてるうちこれ毎年言ってるよね今年中にここまで絶対あげるから毎年言ってるほんと毎日やれ <laughs> いや画面の前の自分にすっごい言い聞かせてる毎日やれマジでほんとに 毎日やれば苦労しないんだ知ってた <laughs> お前がちゃんと毎日やっとけば苦労しないんだぜ知ってたか <laughs> すごいめっちゃ画面に向かって言ってるやばい胸が痛い言いながらそうですすいませんって思いながら言ってる今 <laughs> 頑張りますとりあえず今年中にあと2ヶ月分 <laughs> でも10月の総集編は作ってあるのだから今年中にあと2ヶ月分頑張ってのっけますあと4分じゃあランキングでも読んでいくかな こっちかランキンキグ読むの <laughs> 違う <laughs> 今どうやってランキング読むんだっけってめっちゃ <laughs> 頭なんか回転させてたこっちだ携帯で見るんだあインスタの1年の振り返りあったねなんかそういうやつそうだそれもやんなきゃいけないんだ 忙しいんだぜもう毎日あでも私クリスマス暇なんだったそうだから大丈夫クリスマス暇だからクリスマスにやるねクリスマスに SNS めっちゃ投稿する人間になるねやばめっちゃ暇人やんクリスマスに SNS 投稿する人間になる <laughs> めっちゃ通知来るやんって思って世の中のカップルの人たち <laughs> 世の中のカップルの人たちもう彼氏ピョンズだったらめっちゃおもろいんだろうななんか今日めっちゃ通知来てるけど彼女に怒られる橋本橋本誰って他の女なの橋本ごめん浮気じゃないそれ ただの推し活。ごめん。<laughs> 言われたい、あ、ごめん。そうだよね。ごめん。ごめんって。一緒に過ごそう。クリスマス。えー、一アシュラーと本日生誕祝受賞報告ありがとう。そしてタワー、おめでとう、あ、おめでとうじゃない。タワー、ありがとう。誕生日おめでとう。に位くじの醍醐さん、タワー、ありがとうございます。 3位「サプライズレバーと」と3ありがとうございます4位「ミスター社交辞令」3ありがとうございます5位、えー「鉄道の糸」と「ショールームアワード受賞おめでとう」さんありがとうございます。 6位、本星さん、あ、ばんぼしさん、ありがとうございます。7位、エンドレットアットピョンとさん、ありがとうございます。8位、トラックエロアットコリさん、ありがとうございます。9位、イバジオンさん、ありがとうございます。10位、フミオさん、ありがとうございます。11位、ともゆきさん、ありがとうございます。12位、ひろひろさん、ありがとうございます。13位、あわれアットピョンちゃん、シカーさん、ありがとうございます。ということで、皆さん、本当にありがとうございました。これからも、のほほんと、配信をしていこうと思っているので、ぜひ、あの、本当、毎日やってるんで。 あのいつでもやってるんで基本的になんか通知来てなんかさあの1時間後とかに配信見てもやってるんで是非来てください <laughs> それではおやすみなさいありがとうございました本当になんか嬉しくてなんか適当に喋っちゃった楽しくなって喋っちゃったありがとうまたこれからもよろしくお願いします見てねバイバーイピ